カーネリアン海さんの初の冠。一年で使ったコンドームの数は。海さん、今年は何個使った2014年コンドーム総決算海さん、初の冠ですよ。これ冠だよ。今までなかったでしょ。今までこんな問いかけたことなかったよね。ようやくヤホコンがうちに心を開いてくれたね。まあ、子さん派だったのに。じゃあ、乾杯しますよ、皆さん。グラスを手に。見ている方もグラスを手に。覚えてますか乾杯の仕方。あ、はい、はい、はい。ラブ乾杯じゃないよ。うん、じゃあ、いくよ、うん。みんなもいいですか、アイドン、ウミドン、カリドン、ドン。海さん、うん、何個使ったん？そうやなぁ。もう飲んだしさ、うん。まあ、岡本の社員が、社員の給料ぐらいは使ったかな。マジで？いいことです。生じゃないから、生じゃないってことだね。そうそうそう。これぐらいは使ってたことだね。そうだね。うん、1ヶ月だよね。年収じゃないよ。あー、びっくりしたー。そうだね。あ、1ヶ月だね。1ヶ月だよ、1ヶ月。でも結構だよね。それでも結構やと思うよ。やばいよね。すごい。書いてある。おーって書いてあります。うん、さあ、ということで、クリスマス用のコンドームの準備は皆さんできてますか？クリスマス用のね、うん。できてる人は見てない気もするね。そうだね。うん、リア充いますか皆さん。うん、まだの方、ぜひ LC のサイトを来てください。はい、上に書いてあるかな？この番組のホームページはこちら。お願いします。ね、すごいね。みんな何個くらい使ったんだろうね。うん、私、どれくらいだろう。1年が365日だとしたら、うん、365かな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。止めようよ。男性の皆さん、毎回言ってますけれども、この番組は皆さんのアンケートをもとに作られております、はい、男性心を教えてください。上に書いてあります、はい、ラブリサーチのアンケートはこちらからです。ぜひ皆さんのアンケートお願いします。お願いします。登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチ。